身が出てきました。15分間のセッションが始まります。BRZ、はい、今回もなかなかいい走りをしててですね、相性いいんでしょうね、この暑い中。どうでしょうね、木下さん、はい、この車の勝機という点で言いますと。そうですね、低重心という特徴がありますので、はい、この前半の S 字区間ですとか、この辺りはかなり速いんでしょうね。十分期待できると思います。さて、BRZ が今ホームストレートに帰ってきましたが、この車が現在4番手に上がってきました。まずは GT300 クラスの Q2 が始まりました。GT300 は上位10台が Q3 進出となります。現在5番手スバル BRZ。 そして BRZ は2分3秒959、5番手キープ。もう走り出してはこれはいいフィーリングだなっていうのは感じたんですけど、その全体的にグリップレベルも上がってるし、やっとこう JAF GT らしい走りっていうんですかね、そのコーナーをきれいにまとめられるようにはなってきたかなっていう感じですね、そしてどうかな BRZ、 BRZセクター1は全車ベストを更新していたんですが、その後はどうでしょうか。行くか、今行ったが2分3秒284です。山野、まあ、一生懸命みんなが努力してきたことがやっと予選のタイムに結びついたという感じで、まあ、Q3 では決勝を見据えて、ハードタイヤを選択してるんですね。タイムは落ちるだろうと思ってたら逆に速くなったというところがあるので、僕としてもすごい意外なほどいいタイムだったんでびっくりしましたね。まあ、僕自身も100戦目だし、まあ、3連勝がかかった大会で、まあ、できる限りのことをやって、まあ、チームみんなで力を合わせて、いい場所でゴールした時にみんなで笑えるといいなと思います。頑張ります。みんなの一人一人のパワーが僕らの、スピードを後押ししてくれると思うので、とりあえず皆さんパワーを待ってます。